歩を踏み出して、ちょっと悩んで少し泣いて、頭の中は自由だなんてすっかり忘れたな。なんだか静かだし何やったって間違い探し、楽しい気分なら縛らなくていいのに。ラララ最初は花歌でも、ラララいつも聞いて歩いてみよう。慣れない気持ちがあったり恥ずかしささえあるけど、さりげなく歌って戻って足跡をつけるの。見つけてね、私が描いたフォンタスで、はみ出んじゃって転んでしまいそうだけど、不思議とね寂しさも消えてゆくの。追いついたら手を握って、よかければ新しい舞台でまたワンルーツを踊りましょう。始めなきゃオルゴールのカルテットがエスコープガラス越しに見える。